南章 CJ-6、初協力型アメリカの愛好家が所有する、初協力型、高南章初協力型は、中華人民共和国で開発された、練習機である。型番は、初強のピン音の頭文字である。北京当局では、約 -18 を、南章引き製造が、ライセンス生産し、初等練習機として使用していたが、 大躍進運動機に航空機の自主設計、生産運動も起こり、その中で唯一生産されたものが本機であった。外観条約 -18 のライセンス生産機である、初強小型と似ているが、主翼、尾翼、降着装置等は改め設計されており、また、生産効率の向上もなされていた。発動機は、チェコスロバキア製 AI-14P のコピー品の、 ピストンエンジンで出力が大きく、原型とされる5型より性能面でもかなり上回っており、稼働率も高いとされている。機体は全金属製、セミモノコック構造で、可変ピッチに跳ねプロペラ推進である。中国以外では北朝鮮、バングラデシュ、アルバニア、カンボジア、タンザニア、ザンビア、ベトナム、エクアドルなどで使用されている。また整備の容易さや、 汎用性の高さから民間航空機市場にも受け入れられ、アメリカでは200機以上の6型が飛行しており、米国内のユーザーが2008年にウィスコンシン州にて6型50周年記念会を開催した。ノンショング CJ-6 インミリタリーミュージアム。使用単位については、ウィキペディア、ウィキプロジェクト航空、物理単位も参照オーストラリアの愛好家が所有する。 CJ-6 フライングヘリテージコレクションのイベントでに参加した個人所有の CJ-6 ありがとうございます。